んとこのゲームクリプトにね白コラボがあるんですよ。おお、待って、虹来た、虹来た。はあ、すごい。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。だ今回は現住契約クリプトラクト、通称クリプトをね、皆さんにご紹介していこうかなと思っております。まずはどんなゲームかなんだけども、皆さんにね、ゲーム操作からご説明させていただけたらなと思います。まあゲーム操作って言ってもそんな難しい操作はないからね。うん、とりあえず普通に一回クエストしてみよっか。まあ、簡単だけどね。で今ね、キャンペーンで経験値が2倍になってるから、新しく始める方でもね、すぐにランク上げられるかなと。まあランク10の私が言ってもね、あの説得力ゼロなんですけどね。まあ上げていきたいと思います。うん、あ、いきなりボーナスステージだからボーナスステージなしにしよう。じゃあすごい簡単なところからね、一番最初の空振り仰ぐ草原かな、ここのクエスト1からね行きたいと思います。よいしょ、シングする、よいしょね。こんな感じで単純に、どん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 ね進んでいく。ここに関してはすごい単純作業でやりやすいかなと思います。幻獣が出現した。まがまがしい空の色が嘘のようだ。陽光が照らす爽やかな道を君は歩く。まあ分かったと思うんだけども、中田ジョージさんなんですよね。あの有名なね、ナレーターさんがこの物語をねこう読んでいくっていうね、これがまたねちょっとねストーリーにこう気持ちが入りやすい要素の一つなのかなと思います。はい、さあどんどん進んでいこう。独特だよね。さあいきますよ。まあ敵をねさっきやったと思うんだけども、属性がいろいろあります。まあ水の属性に対しては私のユグドラシルというこのキャラクターは威力が上がりますが、火属性の敵に対しては下がっちゃうよというところは、まあどのゲームでもねここは共通して一貫して同じような形にはなってると思うけども、その知識をそのまま使える感じだね。はい、で私は今ユグドラシルのキャラクターなんで、水属性の敵をタップします。ポチリ。はいこんな感じで、まあステージ1だからこんな感じですぐ行けちゃうんだけどね、もうほんと簡単です。タップするだけです。で通常攻撃以外やりたい場合は、そのキャラクターの右下にあるこのアイコン3つあるんだが、一番左から順番に通常攻撃で、あとはスキルだね。うん、今回は攻撃のスキル使っていこうかなと思います。いくぜ、ほらね、こんな感じで操作に関してはすごくイージーかなと思います。なので入りやすい。ワーニング、来た、ボスだよ。さあボスが来たな。いいね。じゃあ2ターンだ、敵全体の攻撃力 45% ターン。スバラ、そして彼か。このキャラクターめっちゃかっこよくない？俺左上のこのナイトみたいな騎士みたいなの超好きなんだよね。かっこいいよね。おら、あとは通常攻撃していこうか。よいしょ、よいしょ。もう属性が火だから強いね。これね、のんびりした女の子だけどね、強いですよこれ。唯一の私はね、星5キャラですこれかなり強いです。で、見ていただいたら分かると思うんだけど、かなりね、グラフィックに凝ってて綺麗になってます。うん、今ボーナスがやっぱりいいね。グラフィックはね、やっぱりあのね、ゲーム始めると分かるんだけどね、まあ、いろんな幻獣が出てくるんだけどね、それもまあかっこいいよね。うん、お、ランクが11になりました。結構上がりやすいよやっぱり今は。子供の頃から何度も聞いた英雄譚だと、リズが微笑みながら君に告げる。うん、たまらんな。初めて人なんかこう小説をさこう聞いてるような、そんな感じですこれ。あとね、ちょ聞いて、俺クリプトで一番いいって思ったのは、まあ、キャラクターとかもいろいろありますよ。中でも俺ズバ抜けて俺の感性にあったのはこの BGM です。なんかさ、初めて聞くのに
なんかね、こうどこかで聞いたような、なんかさ、このいいメロディーなんだよね。うん。じゃあ今回はちょっとネタバレになっちゃうんで、ここはスキップします。はい、そんな感じでどん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 ね、物語を進めていく。うん、物語はネタバレになっちゃうから言わないよ。君が実際にやってみてね。本邪魔か、私の大好きなね、ガチャのコーナーに行きたいと思います。ガチャは今回ね30連しよっかな。うん、30連します。で、今回はあー、こんなキャラ出んだ。チェリオ、レオノール、ネイン、ローリー、コーニッシュ。うん、なるほどね、ここら辺が出るってことだ。楽しみだぜ。では引いていきたいと思います。いくぜ、まず10連。ここだから大事なのは、いくぞ、ポチ。あれ、あー、いたいたいた。これはね、触れた時に全てが分かるから、いくぞ。あー、おお、全部金だよ。投げ払うしかない巨大な斧。レジェンドレア。信念があれば。レジェンドレア。水の音が。レジェンドレア。コートを騒がす女たぬき小僧とは私のことさ。でキャラクター可愛いね、この女の子が全部。美人出てくるね。英雄なんざ知るか。おお。あ、俺たちの国は誰にも渡さない。今のさ、一個前出るやつさ、俺がさっき好きっつった騎士だね。おお、シェイド、かっけえ。この演奏は愛する人に捧げます。私を縛るのは鉄の鎖。おお、ほとんどニューだよ。まあほとんど弾いたことないからね。ラケル、ちょ見ていこうか。シャトリュフィーネ、あ、かわいいねこれね。水の音が聞こえるね。みんなを守る優しい音。あ、なんか聞いたことある声だな。いいね、やっぱり。はいはいはい、このキャラクター強そうだね。グラド、これ強そうだわ。これさっき私が持ったやつなんだね。グラフンです。いいね、かっこいいよ。いいね、かっこいいよ。そしてミンディね、この子もいいね。なんかこうダークな感じが、レラシェ、闇の勇者だって、めっちゃいい、かっこいいね。ビオラ、そしてアンドロメダね。今回のキャラクターはまだ出てないね。次行くぞ。はあ、すごい。スピードハピネス値もね、マックスってことなんでね、出てきてから即戦力になりますよ。20連目。頼む、マジで、今回、欲しい。いやぁ、来い。おぉ、待って、虹来た、虹来た。これ虹はいいんじゃない、一番、やっぱり。そう、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 虹。ゴッドレア来ました。お薬だって平気だよ。お姉ちゃんたちのためにも、早く病気を治さなくちゃ。本当の力とはどういうものなのか、私はそれを、うん、おいおい、混沌のうがつ、かわいいね、さっきの故郷や。いいね、なんか男多いな今回。やつを殺す。急にムサくなってきた、ちょっと待って、急にムサくなってきたぞ。うわー、厳重退治で報酬がっぽりだ。夏の浜は私が守り抜く。俺ね、男勝りな女の子好きなのよ。かわいい。俺の興味は、またむさくなってくるぞ。またむさいぞ。あ、いいね、やべえ、ニコピカピカ。これユグドラシルじゃないの。あ、マーガレット違う。苦いお薬だって平気だよ。お姉ちゃんたちのためにも早く病気を治さなくちゃ。はい、ササラ。あ、これさっきフレンドで使った。これ超強いよ、マジで。重大費で報酬がっぽり。
夏の浜は私が守り抜く。よろしい、これは嬉しいよ。で最後の10連いきます。いやもう満足です、すでに。うん、すでに満足してますけどね。でもできればさ、このさ一番右の子欲しいよね。なんだっけ名前、チェリオ、この子欲しいよね。頼む、来てくれ。虹頼む、虹1個頼む。ただ昇格もあるからね。こら最後の1個、いいねいいね、持ってきた。持ってるよ。ネクスト。あ、こういうキャラ好き。本当は光の巫女様に憧れているんです。ね、この陰キャというか、こういうキャラ好きよ。巫女たちはまだ若い。うん。だが、クレアは王だよ。あら、楽しいところに連れて。スーパーレアなのに可愛いじゃんこれ。凝ってんな、スーパーレアなのに。親父にする。あ、めっちゃいい。だから騎士は好きなんだって俺。でけえし強そう。猛将よ。猛将だ、かっこいい。そして最後はチェリオ。おーし。波動を感じるぞ。さらなる混沌を呼ぶ。幾重にも燃える殺意の波動を。めっちゃいいね。あ、強そう。俺闇で固めようかな、パーティー。またあれだし、これ。こういうの。うわ、ジークフリードだって。うわ、これ嬉しい。我が誇りは獅子の爪と牙。セリポス島の平和と理念は我々が守り通してみせよう。いいね、お姉さん感出てるよ。主、ライオンも可愛いよ。私は誰だ、ここで何を。いや俺が聞きたいから。思い出せない。ああ、この力は一体何なのだ。めっちゃノリノリやん動き。一杯飲みましょう。わかりました。いやもういい。君の力に。女神ブーケ、おでこはやめてください。可愛い子してるじゃないの。いやもういい、最高とんがりコーン。これ出ました、レオノール。これ今回の大賞ですよ、レオノールは。大賞キャラ出ました。一応チェックしましょう。レオノールは大賞ですね。これです、これグレンの方向レオノール、これが当たりましたよ。すべてに、おお、リーダースキル最高。そして、フォーススキル1が、非属性の、うわ強いじゃん。で獅子の爪、一旦のみ味方単体の攻撃 161% アップ。うわいいね、めっちゃいい。キラーも持ってんじゃん、これいいね。うわこれ最高だわ。でね、さっきのガチャ引いてる時にもう分かったと思うんだけども、声優がかなり豪華なんですよ。まあ、有名声優さんの田村ゆかりさんをはじめとしたさまざまな本当に超有名な声優さんたちが声を担当していらっしゃるので、まあ声優好きじゃない方でも声優好きな方でもね、感動すること間違いなしでござそろう。そして今回の動画ガチャよりも一番伝えたいことがあるんだ。それはなんとね、シロワくん知ってるでしょみんな。なんとこのゲームクリプトにね、シロワコラボがあるんですよ。その前にちょっとパーティーを編成しちゃおうね。ジークフリードとか入れたいからさ。待って、リーダーはもう、レベル1であれだけど、この子にすっか。これにするだろ。で、この子にするだろ。いや、いいんだよ。ユグドラシル回復できるから。毎ターンバフで自分を回復してる感じが最高だね。いやめっちゃ強いぞこのパーティー。ちょっと鍛えたいな。え、めっちゃバランスよく出たんじゃない。あ、今貴族生が2人か。まあ光はいねえけども。いやでもこれは結構ね
リーダースキル全然役に立ててないけど、いいんじゃないでしょうか。とりあえずこれでシロアコラボ、通称シロアチャレンジの中級かなにチャレンジしてみようと思います。これ右下にあるんですよ。あ、左下だ、ここ、こっち。これね、期間限定で登場してるので、まだね、チャレンジしたことないよっていう方はね、ぜひぜひやってみてください。で、ちなみにさっき私中級やりました。なんと、クリアしました。で、中級でかなりギリギリだったので、もう一回中級にします。強いんだよ、マジで。シロア君、勘弁してよ、マジで。おい、強すぎるぞ。いきます。水ね、進軍する。よいしょ、いくぜ。おお、レオールじゃん。ちょうど釣ってんじゃん。持ってるよ、持ってるよ。鍛えちゃうよ、チャンギーコ。さあ、始まりました。で、さっきね、タップとかうんぬんとか言ったんだけども、基本操作はなんと、一番左下のオートっていうボタンをポチッと押してあげると戦ってくれるんだよな。そして、スキルを使うか使わないかもね、これ設定できるので、今回はスキルありにしてみましょうかね。ポチリ。もうバフかけてるよ。おお、これ勝手に戦ってくれるんですよ。おお、いいね。まあレベル1だからちょっときついかもしれないけど、いや、めっちゃいいね。ゴッドレアってさ、カットインがめっちゃいいね。つえ、あんたレベル1でそれなの。おお、おわつえ。あー、ビリってる。めっちゃいい、このパーティー。うわ、しかも回復してる。え、強くね、このパーティー。ちょっとまあ、ちょっとリーダースキルがあれだけど、よし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 。あと、こちらかな。いて、回復したいな。でも回復持ってる人いないんだよね。いて、貴様、やめろ。痛い、狙わないでくれ。うわぁ、回復持ってる、素晴らしい。お、めっちゃよくね、これ。お、相手、でもその子はね、回復できるから、ちょっとやめて、やめて、やめて、ちょっとやめて。あー、やばい。じゃ倒そう、早く。うん、何してんの。あー、はいはいはい、倒そう。とりあえず、倒そうよ。やばい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 、やばいって。あー、めっちゃ回復してんじゃん。いって、めっちゃ回復してんじゃん。やることやって。よいしょ。あかんあかん。うーわー、めっちゃこれいいね。え、待って、これ倒す気ある。あー、消えた。あ、まだ生きてる。あぶね。よしよしよし、オッケー。あと一人、あと一人、バッキャロー、やってやって。まだステージ1だよ、ここ頼むって。うん、そう、ちゃんと攻撃すればいける。よし、やったー。ステージ1はクリアだ。次はステージ2。頼むよ。ここ絶対強いんだよね。さっきここきつかった。ただ相手光だから、この闇がね、刺さると思うんだ。よし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 、やべえ。うわ、これ疲れるか。頼む、マジで。強い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 、刺さる刺さる刺さる、めっちゃいい。おし、偉い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 、回復は偉い。あー、でも回復してるよ。うわ、やべえ、攻撃力やばいな。つばさつばさつば、これかっこいいね、これかっこいい。あーっ、さあ、これフレンドがね、ここで出てきますから。いやいや、結構強い。いい感じいい感じ。おお、これさ、カウンター反撃してる。いい感じだね。強すぎるよ、あなた。強い、フレンドが強い。ああ、ユグドラシルも強い。さあ、来た。そしてボスだよ。倒すぞ、絶対に。シロアチャレンジ、負けるわけにはいかんのだよ。
やべえ、強そうだな、やっぱり。いや、勝ちたい。いけ。え、超強いね。なにこれ。あ、でもしびれちゃった。マジ頼む。この前のワンちゃんまず倒そう。やべ、しびれてる。あれなんだよ。ここで攻撃力2分の1か、半減だっけ。オッケー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 、いい感じいい感じ。あ、めっちゃいいめっちゃいい、これいいよ、これ勝てるぞ。よし、勝てる。タラマいって。よし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 、よし、いけ。ハサミなんだ、あれいいね。ああいう武器もかっこいいね。勝てる、これいけんじゃん。タラマ、マジタラマ、いけ。まだか。さあ、ラスゲージ。いやー、痛い。めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい、いけ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 。怖かったでしょ。まあ、フレンド様様ではあるけど勝ったよ、嬉しい。いやー、シロア君もまだまだ甘いな、このチャンギコに負けるなんてね。あはい、そんなね、クリプトラクトなんだけども、今絶賛シロアチャレンジね、ということでシロア君が監修した、クエストが実装されてるということで、皆さんもね、ぜひぜひやってみてください。クリアできたらね、このコメント欄だったりとか、シロア君の動画のコメント欄だったりとか、シロアクリアしたぜみたいなコメントをね、どしどし書いてみてください。はい、厳重契約クリプトラクト、まだやったことないよっていうそこの君、ぜひぜひ概要欄からダウンロードして、プレイしてみてください。いい報告を待ってるぞ。ということで、以上、イコちゃんでした。バイバイ。